足がもじ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 します。それもバッチリ映ってます。ああ、本当ですか。結構こんな感じになる人多いですか。まあ多いですね。ああ、やっぱりちょっとみんなもじもじしますね。もじもじしますね。ふわっと入った瞬間もじもじしますね。なんかこう体の反射的なものがあるんですね、きっとね。ありますね。やっぱそういうの見ながらこう、はいはいはい、圧をコントロールしたり、ああまあね、もじもじが強い場合はちょっと弱めたりしますね。ああ、はい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 、そうですね。あとはその結構、はい、ズバッと強烈なのが来ると、うん、笑う人は多いですね。ああ、そうですね、うん、笑っちゃうことありますね。なんか痛すぎて笑う人結構多いですよ。うん、うん、びっくりして笑うっていうのもあるでしょうね。そうですね、びっくりがありますね。はあ、こことか、はいはい、はあ、なんかね、こうお尻がキューってなります。なんでしょう、筋反射みたいな感じですかね。はい、はあ、なります。はあ、なんかカエルの解剖みたいな感覚しますね。はあ、はあ、なんかヘナヘナになります。緩んできてますね。ああ、緩みましたね。うん、多分そういうのがいいんでしょうね。普段こう力入らないところが入ったりとか、うん、本当はその受けてるとき力入らない方がいいですけどね、はい、まあね、脱力できても多分痛いから脱力できないくらいありますね。はい、響きが強かったり、はい、ああ、なんかこう独特のふわっと感とかもありますよね。ありますね。うん、あとなんかもうよく言われるのは、はい、そのなんだろう、血が流れてる感覚が、そうそうそう、じわーって、ね、ありますね。今まで凝ってたところが、手がポカポカするっていう方多いですね。うん、そうですね、体が温まってきたり、ああ硬い硬いです、そこね。硬い、ああ硬い、痛い。それもよく出る反応さ。手足が浮きますよね。はい。はい。ああ。ああ。なんかこう感じけど涙もちょっと出ます。そんなには強くやってないですよ。痛みはね、確かにそんなないんですけど。はい、響きという。そうですね。なんて言うんでしょうか。こう体が自分の思わぬ反応を示しますね。うん、なあ、こんなあれですよ、梅雨もみ好きはもう泣いて喜びますよ。うん、喜んでるのかもしれないですね。その涙かも。本当にこう、はい、よだれが出るほど気持ちいいみたいなこと言う人いますからね。あ、一生受けてたいとか言われたことありますね。まあでもそれは気持ちはわかりますね。はい、俺も自分で受けるとき結構長く受けたいんで、はい、あんまりその揉まれすぎると、はい、体が疲れるよみたいなこともあるじゃないですか。まあね、はい、俺全然ないんですよ。へ、だからもう5時間6時間とか普通に受けれますね。体勢がや
嫌じゃないですか。顔痛くなりません？はい、昔、はい、自分でその、はい、結構受けに行ってたところ、はい、車にですね、はい、その毎顔枕と、はいはいはい、毎胸枕を積んで、へー、あの使わせてくれって言って、あ、で自分のやつを使ったりとかしてました。あ、なるほどね、痛くないようにね、うん、うん、私顔がやっぱ圧迫されてると痛いです。痛くなります。もう1時間とかそれ以上になってると顔が痛いじゃあ横向きにします。いいですか？大丈夫です、すいません。じゃあ今のあれだけでも結構肩、ちょっと感じが違いますね。肩気持ちいい。頭打ちました。大丈夫ですか？これでお願いします。この体勢で大丈夫ですか？大丈夫です。はい。なんだろうなって感じですね痛いです。でもなんか硬くなっちゃってて、はい、はい、あ、うん、なんかすごい硬いなって。尺八筋ですか？はい、これ今押してるところは、はい、あれです、あの肩甲骨筋とか、うん、ああ。えらい硬いっすね。そうっすね、やばいな。これ肩甲骨筋。あ、はい、これ。あ、はい。硬っ。痛いし、あの場所とか感覚は、あ、これだなって感じなんですけど、やっぱ鈍いですよね。あの、ガチッと表面で止まってる感があって、でもなんとなくやっぱりその決まってる感じなので、押された時にこれだとは思うんですけど、はい、清涼感があります。なんかあっちでホールドしてます。はい、あ、いいですね。凝ってますね、私ね。凝ってますよ。